サンマクシマンラサントボームは、フランス、プロバンスアルプコートダジュール地域圏、バール圏のコミューン。アルジャン川水源近くの小さな池の前に位置する。町のある一帯は、北が樹木の生い茂げる丘でブドウ畑が点在し、南はサントボーム山地である。地中海性気候で、夏は暑く、冬は晴天が多く気温が低くなる。春と秋は温暖である。 南側にサントボーム山地があるため、ミストラルの影響から幾分守られている。サンマクシマンラサントボームのバシリカ小さなガロローマ時代の村ビララタは、X 大司教マクシマンの死去後、彼の名を地名とした。その名声は、13世紀以降に、聖マクシマンの墓と聖マリアマグダーレナの墓の発見に追うところが大きい。伝承によると、マリアマグダレナは、 サント・ボームの洞窟で何年も苦行を行い、聖マクシマンの墓の下に埋葬された。ボームとは、プロヴァンサルコで、洞窟を意味する。サラ先人ンンが一帯を荒らし回った710年12月6日、聖人の生物は隠され、1279年に、地下納骨堂にて、シャルル・ダンジューによって発見された。彼は聖人を祀るバシリカ、そして修道院を建てた。 墓の番人として、ドミニコ会の修道士が置かれた。1564年から1566年にかけ、国内を行行していた、シャルル九世は、宮廷と王国の大臣を引き連れていた。また彼の弟、アンジューコーやアンリド、ナバール、ブルボン数奇教ロレーヌ数奇教もいた。フランス革命が起きると、ドミニコ会修道士たちは追放されたが、バッシリカと修道院は、 ナポレオン・ボナパルトの実弟リュシアン・ボナパルトが宿泊するという幸運を得た。彼は1794年に宿屋の娘と結婚している。話の上手なリュシアンは、ブルティウスと自称し、地元のジャコバンクラブの代表となった。彼は、バッシリカの中に食料庫を置き、ダイオルガンを、ラ・マルセイエーズを演奏させることで救った。 1790年から1795年まで、町は、郡庁所在地だった。革命時代には改名させられ、ジャンポール・マラーにちなんで、マラソンと呼ばれた。奥指定されている、オリーブオイル、ユイルド・リーブ・ウド・プロバンス奥の産地である。参照元、イ・ヘス・イ・アイエン・エスイー・エ,スイーエスイーイー。ありがとうございます。